はい。えっ、ー、と、ハトクマです。ちょっとね、あの、緊急で動画撮ってるんですけど、あの、速報というか、えー、悲しいお話です。ニック・ウォーカー、今年のオリンピア、事態、となりました。えー、この事態は、ほぼ確定かなと思います。えー、っと、正直ね、あのー、インスタ見て、まあ、その映像を見て、 え、嘘だろうっていうね、あのどういうトーンで今喋れてるかってあのすごくね低い感じになっちゃってると思うんですよ。それは本当に、えー、ごめんなさい。申し訳ないんですけれども、マジでちょっとショックすぎる、これは。これはショックすぎる。ニック・ウォーカ、えー、怪我でオリンピア、事態です。特に病気とか。 えー、そういうところではないので、そこに関しては、まあ、安心と言いますか、まあ、良かったなというところではあるんですけれども、えー、ハムストリングスの、えー、怪我らしいんですが、えー、こちら、えっ、ー、と、閲覧注意のね、えー、画像一瞬出ます。こちらです。はい、えー。これが怪我のものなのかなと思うんですけれども、えー ま、動画でね、説明を肉行こかしていて、まあ、英語すべてね、わかるわけではないので、あの、もしね、英語翻訳得意な方とかいたら、あの、コメント欄とか、あと、DM とかで教えていただけると嬉しい。まあ、皆さんもね、あの、知りたいと思うので、コメント欄とかにもし、あの、なんか書いていただけると嬉しいんですが、えー、ま、ハムスリングスの怪我で、えー、オリンピア辞退することになったと、えー、いうことを話しておりました。で、えっ、ー、と、この映像自体上がったのが、まあ、今動画撮ってる40分ぐらい前、 ですね。日付変わったばかりの時間なんですけれども、えー、こんな深夜にね、本当にあの皆さんごめんなさい。あのね、眠たいと思うんですけれども、もしあのこの時間に見てくださってる方いたら本当ありがとうございます。この時間じゃなくてもあの、見てくださってる方ね、いつも本当にありがとうございますっていう感じなんですが、えっ、ーえー、と、めちゃくちゃショックです。まあ一番ね、辛いのもちろん本人で、も早い回復を、えー、ただただ僕らは祈るばかりだとは思うんですけれども、えー、オリンピアでニックウォーカーが見れません。見れません。 えー、昨年、ま、おととのオリンピアでトップ5に入りました。デビューでね、えー、5位に入って、もうやばかったんですよ。で、えー、昨年はトップ3。今年は自分の歳だと言っていて、まあ、進化をね、続けてきました。ニック・ウォーカー。もうさらなる体のね、進化を追い求め、それを成し遂げてきました。今年のオリンピアは間違いなく、ニック・ウォーカー史上一番ね、いい体で臨めたんじゃないかなって。 思うんですよ。で、まぁ、あ、今年アーノルドクラシックでね、サムソン・ダウダに敗れたんですけど、やっぱこの辺はね、ちょっとハトクマの史上入ります。史上めちゃくちゃ入ります。やっぱりオリンピアで、こう、勝ってほしかった。やり返すとかじゃないんですけど、まぁ、あ、そのサムソン・ダウダに負けた、そこにも勝ってほしいし、デレクランス・フォード、ハジチョーパンに昨年は負けた。そこにも勝ってほしかった。オリンピア優勝してね、トロフィーを掲げてほしかったっていうのがね、 むちゃくちゃ、やっぱりあって、ニックウォーカーが今のボディービルダーの中で、ハトクマは一番好きで、それはプロになる前から、もうずっとこんなでかい人いるんで、やばい若くてさ、本当にかっこいいって思って、もうトレーニングもそれでいてさ、めちゃくちゃ丁寧で取り扱ってて、やばいみたいな、本当にヒーローみたいな感じなんですよ。で、今年も、 オープンで一番誰見るの楽しみかって言ったらやっぱりニック・ウォーカーもちろんデレクランス・フォードも楽しみサムソン・ダウダも楽しみハディ・チョーパンもブランドン・カリーもみんな楽しみなんだけどやっぱニック・ウォーカーを今年も見れるって思ってワクワクしてましためちゃくちゃ楽しみでしたそのニック・ウォーカーがまさかのまさかの数日前で オリンピア自体。これは本当に昨年のローガン・フランクリンと同じショックが、ハトクマの中にはやっぱりある。まあなかなかね、こう難しい競技、え厳しいね、もうこう健康も精神もいろんなところをすり減らしてやってくる。もう数日前だよ。数日前で、こんなこと、嘘だろってあんのって。おいおいって。マジかよって。 正直ね、思うんですけれども、まあ何よりもね、えまずは、えっ、ー、と、先ほども言いましたが、ニック・ウォーカーね、あの、早い怪我の回復、そして来年のオリンピア復帰をね、これ皆さん、あの、もう望みましょう、神に祈りましょうっていう感じなんですけど、まあとにかく、ちょっと、えー、取り急ぎですね、まあ今年ニック・ウォーカー、オリンピア自体になったことが確定いたしましたので、 えー、お伝えさせていただきました。皆様ぜひあのニックウォーカーへのね、まあ、ニックウォーカーはこの動画見るわけないんだけど、あの感想とかありましたら、えー、概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、えー、どんどんコメントね、書いていただけると嬉しいです。また、えー、うん、ぜひハトクマチャンネルの登録と、 え、高評価のトリック。まあ、こういう動画で言うことじゃないね。ごめんなさい。えっ、ー、と、ただま、もしよろしければ、あの、チャンネル登録、高評価いただけると、非常に嬉しいです。お願いいたします。はい。ということで、えー、ちょっと急遽、撮る、まあ、この時間にね、撮るつもりなかったんですけど、全然。もちろんそうなんですけど、2効果か、はい。えー、っていう感じみたいです。うん。はい。えー、ということで、えー、皆さん、ただね、あの、オリンピアもっと、ただね、 皆さん、オリンピアの素晴らしい選手ね、まだまだいっぱいいますので、ぜひね、もう、オリンピアはもう楽しく一緒に見れればと思いますので、引き続きお願いします。はい。ということで、また次回、えー、動画でお会いいたしましょう。バイチャ